バックショットもう持てない。ん、あ、これあれか、味方のじゃないや、ハッキングしたやつか。マシンガンラウンド、弾、マシンガンラウンド持てないのもったいないね。マシンガン持てるか。あ、で次ここか。そうだそうだ、思い出した。ここ降りたら進めなくなるのかな。でここが確か、そう、警備ビーコン、これ使わない、買わなくてもいいか、別に買わなくてもいいか。本当はね、この警備ビーコン使ってこいつを敵対化させるっていうやり方をするもんなんですけども、チリロードしとけ。はい、ショットガン、バックショット、ショットガン、弾がもういっぱいです。ショットガンを使うようにしよう。これじゃない、これ、アダムの発見。アダムって結局何なんだっていう話なんですけどね。で、あれか、損傷した細胞を治してくれるだけじゃなくて復活させるのよ。私は遺伝子を変えることができる。黒いものを知る、背の高いものを低くすることができる。弱くても強くてもね。だけど失礼したりだ、お金が必要になるし、まだあと一つ。すっごい真剣。あれ、なくない？ちょっと一回これ挟もう。ここは上に行くやつで、これか。で、下に行くやつで、これか。OK。よし。うん。と、本来はさっきのは、マシンガンラウンドはもう持てない。ん？あ、これってここか。ああ、そういうことか。閉まったんじゃなくって、閉まってる場所に降りてきちゃうんですね。ああ、なるほどね。ちょうどいいや、あいつ撮影しちゃおうよ。遠いかな。多いね。ロージー、ビッグダディも種類が分かれているみたいで。あ、上昇した。ダメージ増加プラス。ロージーは鉄鋼弾に弱い、知ってる。まあ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 、やめとこうかこれで。ということで次は、死体からも撮影できるっていうのは聞いた。デッドヘッド、これが1個上がった。こんなとこあったっけな。あ、やべ、こうして横に行きたい、横に。お、いいね。立てて、横で、OK、OK。運が良かったな、これは。うん。で、フィルムがもうないから買っておきたいな。自販機すぐそこにあるって。フィルムをちょっと。フィルムをちょっと買いたいので先にハッキング。これか。これまっすぐはないからここで上げた方がいいよね。で、横行って、これか。 OK、フィルムがないんですが、エレキショット、グレはいい、いい。あとは持てない。これ自販機、場所によって売ってるものが違うんですかね。アモ欲しい、アモじゃないや、フィルム欲しいんだけどな。
まあ、何個落ちてた？ピストル。これは？おう。なんかあったっけ？水漏れ。あ、思い出した。なんかあるな。あ、ストレイド。いらない。私はライアンに言ったんだ。風呂場の浴槽みたいな作りにしないと、全体が下水管みたいになってしまうだろうってね。だけど、おっと、カメラある。いや、マクドナ、バスタブなんか作る気はない。え、どこ？エデンの園を作るんだというわけだよ。ん？あ、これか。カメラも撮影対象です。っていうことは、タレットもかな？ダメージ増加。撮影するごとに敵に対してダメージが上がっていく感じですか。誰かがここの秩序を守るべきなんだ。撮影済み。ハッキングしとこうか。北に行きたい。北に行きたい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こうして上行って横行って下に行きたいか。うん、調子がいいね。これ B ランク。アクションショットが入ったから B ってことかな。レッドヘッド、両方レッドヘッド。ああ、でも、フィルムもうないんよな。まあ、いっか。いや、やめとこう。これまで、ゴーストバイヤー東京とか、あと、なんだろう、デイズゴーンとか、え？敵が物陰越しにも敵が見えるっていう、そういうスキルがあって、隠れながらも敵の場所がわかるみたいなゲームばっかやってきたから、このゲームで敵の場所が全くわからないっていうのは非常に怖いですね。お、お疲れ先生。密売人、アミナバー、アミナバー、ゴミ箱、タバコはいらん。レトヘッドスプライサー。敵がいる。敵がいるけど先にかフィルムを、ってフィルムを買っとかないと撮影できなくなるんで。ハック。なんか難易度上がってない、さっきから。曲げるやつ、これか。上に向かせて、右に行かせて、上に行かせて。うん。まあ、ここまで来れば余裕でございましょうよ。もう一個横。うん。OK？よし。で、フィルムを買って。置いて、センサーマイン、グレネード、あえて買うほどのものではない、エレキショット6発、1個買っとこうか。これでいこう。おおおおおお、待て待て待て、撮影するから、待て、撮影するから。レッドヘッドばっか出ますね。もう一回撮影すれば上がる。新しいフィジカルトニック、タカリア。ああ、前あったな、そういえば。ハッキング大満足ってなんだっけ。ん、タカリアはコンテナや死体を調べる際に調べ直して中身を変えることができる。へえ、面白いですね。ちょっと試してみようか。おお、戦闘中だった。アクションショット。せっかく撮影したんだったら、もうちょっとわかりやすい感じに撮影を
フィルムを、写真を出してほしいですね。配信だと分かりづらいかもしれませんけど、相手が今にも殴りかかろうかっていうところです。さすがにもうこれ以上撮影するのは、でも一応上がるんよ。あ、もう上がんないや。近いからもうレンジでいいでしょう。で、1体につき3回くらいは取れるのかな。でこれでまたレベルが上がる。ダメージ増加がプラス2で、ここでもう、当たらん。R キーを押したらもう一度調べる。あれ？え？今何した？もう一度調べる。あー、変わったね。あ、なるほどね。はいはいはい。さっきは変わった結果空っぽになったっていうことなのかな。写真を持ってきてくれたのか、それともただの観光か。写真撮りに来ました。今度こそ撮ってみせます。マリューサーカスにようこそ。回復したい回復したい。ポテチ、これさ、買うのはいいんだけど、どれぐらい回復してるか分か、え、全然回復してなくね。ファストエイド使って買った方がずっとお得では。意味ねえなあ。じゃない、ファストエイド使って、ファストエイド買わなくてもいいか、そのうち手に入るでしょう。でまた撮影、撮影するのって命がけね。そう考えると、どこにいる？違うな、これ。ああ、いいのか。騙してやったんだよ。どこにいる？まずこれ撮るか。カメラ。カメラ。あ、もう撮れないよ。どこにいる、スプライサー。え、上か？あ、上だ。え、ここなんか撮影した気するな。スパイダースプライサーの写真を、これ2回目、3回目、ボーナス、4回目、どこまで撮れんのかな、これ。撮れなくなるまで、撮れなくなったわ。っていうこと？で、あとはもうショットガンでやっちゃおうか。おい。おい、オッケー。選べる。ああ、思い出、え、じゃあここやっぱ撮ってんじゃん。お、そう、前もここでだって心臓手に入れた記憶あるもの。そう、これファストエイドになるんですよね。そうだそうだ。え、いうことはじゃあ、え、あそこの奥で取り損ねたの？包帯、包帯、弾丸、包帯、セキュリティカメラ。空っぽの時にもう一度調べ直すをすれば何も出てこない。なるほどね。これ撮った。これもう一回撮影できるかな。ダメだ、この人はもう取りすぎている。ということで、じゃあやっぱり向こう撮影したはずなんだけどな、5号室。おお、ごめん。あれ、これ3体目のスパイダーじゃない？じゃあ。逃げてったね。
え、現在の目標なしになってるけど、え、なんで3体取ったよ。取ったことになんないのこれ。あ、取りましたね。はい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 、取りました取りましたよ。よいしょ。ちょっと命がけの撮影してるんで。デッドヘッドの研究進まないな。もっと近くで取らないとダメとか。あ、そんな感じするわ。ゲージの伸び方が随分違いますもん。いて、死にそうですけど。うー、もう一体いたでしょ。いたわ。 B、 なんでこれ B な。あ、複数の目標、下に落ちてる死体も一緒に含めた感じですか。C、 いい感じに近くで撮ったんだけどな。 C、 もう一枚。あ、ダメだった。もう一枚でレベル上がったのに。よし、3つもあるんだったら取っとくべきかな。レキジョットは欲しいから取っとく。銃の弾はいらないか。うん、どうしよう。もう3枚取ってフォンテイン水産に戻りになりましたね。この先まだ行ってないエリアあるんだけど、ちょっと今日は進行がガタガタなんで、あそこも行ったということにして、ちょっと水産会社見に行きましょうか。アトラスの妻のことですね。美しい妻のせいで。別にバカじゃないと思うけど、更新をしてね、組んでみて初めてそこのひどさが分かるっていうことありますからね。さて、一応セーブしとくか。このゲーム溜まることがあると思わなかったからな。やっぱそう考えると古いゲームですよね。選択でいいか。こまめなセーブをしなければいけない。最近のゲームであんまりそういうことないですし、なんならオートセーブでバックアップも完璧、好きなところからやり直せるよみたいなゲーム増えてきましたけど、このゲーム17年前、2007年だから17年前のゲームなんで。あ、しまった、回復しちゃった。しなくていいのに。まあいいや。17年前のゲームなんで本当にひどい。おいいね、これ結構いいスキルだな。いや、撮影しよう。チラッ、出てこいよこっちの、おっとっと、出てこいよこっちのセリフよ。チラッ、うん、お、ただの静電気放電では敵が食い止められない。それなら今すぐ静電気放電2にアップグレードしましょう。別にいらないかな。まあこんなもんか。いいね。気に撮影するか。ここで撃っちゃうとさすがに後ろ、え、今何が起きた。ここで戦闘してると後ろにいるビッグダディに気づかれそうなんですけど、なんか勝手に死んだわ。やばい、ダディがいる。
遠いか、さすがに遠いか。これはバックショット拾えるかな。アモバックショット44、リロードしてみよう。ドルか、しかも1ドルか。おお、後ろこんなに近づいても気づかれないのね。え、なんかこっちからも音しない？ビッグダディの声が。小型金庫いいね、グレネード。いや、このスキルはとってもいいぞ。あ、こっから落ちることできますね。なんかいるらしい。何を取ったか全然。あ、いたわ、いたわ、いたわ。あ、いた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 。ないか。うわ。お、まだ取れる。あんまりゲージが伸びない。君味方なんだったらさ、あのビッグダディ倒してくれてもいいんですよ。倒してくんないのか。そしてここになんか落ちてるんだけど、弾丸いらない。で戻ってきた感がありますね。うう、フィルム、なんか買い物しすぎたか、お金がなくなったぞ。フィルムをバンバン使ってるからかな。現在地ここで、どこに戻んの？地下。ということはこちらではないということ？ん？はいはい、途中で右に曲がる。なんかいるわ。ピポーン。おう、複数の目標 A ランクだけど C。 A、 いまいちよくわかんないね。いて、まだゲージ伸びるな。いない。もうダメか。ちょっと待って、ちょっと待って。ビッグダディいるんだけど。うわ、うう。隠れるところはないでござる。武器。お？あ、君ね。君ね。今頃そこで役に立つと思わなかったわ。さすがにバレるか、これは。この人はもう取り放題取ったらしいけど、意外と視界狭いのね。ダメだ、もう取れない。4ドル、結構お金が足りなくなってきたから、お金集めにも気にしながら行かないといけませんね。で、これか、これは探索済み。お、4ドル、取ってないじゃん。ちょっくら配信してきました。お帰りなさいませ。そしてお帰りなさいませ。あれ、わざわざ配信終わりにありがとうございます。最近錦さんよく配信してますよね、夕方とか。今日はやってなかったか、割とほぼ毎日みたいな感じでやってますよね。お疲れ様です。雑談配信するのすごいねって思う。ああ、回復10ドルって結構お高いんじゃない？こんなことないか？
穴箱をもう一回調べるけど空だった。今までじゃあ見つけてきた空箱、お、何これ、ん、気のせい、これか。16ドルは取るな。こっから来たんだっけ。そうか、でこっちだ。ん、騒がしいね。化け物とは誰のことだ。さっきリトルシスターを助けて80手に入ったんですけど、これかな、これフィジカルトニックなんだ。まだな、セーブしとけばよかった。こんなんいらん、無駄に使っちゃった。エレキショット、いいね。おファーストエイドはそのうち手に入るだろうから、別に買うものはなし。 OK、 よいしょ。でこれでようやく、3人、おファーストエイドだ。あ、死体だ。リロード、あら、これいいな、これとってもいいな、気持ちがいいぞ。で戻ってきました、タバコはいらん。3体撮影したので、ここでノックノックする。セーブしとこう。ハマリの恐ろしさを久々に味わったな。あんまりこんなことないと思うんですけど、最近のゲームではやっぱ古いゲームはダメね。不当のネズミはまだくたばっていないようだな。誰のこと。お前、俺とクルーに何か持ってきたのか。いや別に。それとも説教でもされたいのか。それも別に。まあ座りな、コーヒーでも出してやる。え、どこに。ウニ座んの。え、ここ、え、どこ、え、漁場に向かう前に聞いてくれ。漁場に向かう、 HG さんには気を抜くな。さっきのやつね。十分注意するんだ。ああ、まあまあまあ、あー、いたわ。漁場ってこっち。武器をニューモに置く、武器を引き渡す。ああ、まあね、まあね、なるほどね。ここからは武器なし縛りってこと。ニューモってこれか。ニューモチューブ、武器を送る。おえー、これ何、これはなんだ。エンジニアトニック、あ、トニックだった。え、取れない、取れないけど。取れないけど。エレクトロじゃない。テレキネシス。お？これ、あ、思い出した。こうだ。ほい。あれ？あ、オッケーオッケー。溶けた、溶けた。氷にね。氷の中に埋まっていたんで、氷を溶かしてゲットするという手法。ハッキング集中、ハッキング集中はセキュリティシステム内のオーバーロードトラップを無力化してくれます。回線の焼かれ回数減少をお約束します。あー、悪くないですね。ハッキングパズルがちょっと簡単になる感じでしょ。ただね、あ、違うじゃん。ハッキング時にオーバーロードタイルが2枚減少。たった2枚でございますか。セキュリティ専門家とは。難易度低下、でかいね。あ、まあいいか。ファストエイド、リロード、はい、リロード、空っぽで、遺伝子バンク、これはファストエイドでエネルギー回復いる。
セキュリティ難易度低下、流速を遅くするいる、レンチダメージアップ、物理ダメージ軽減、静電気放電2がさっき手に入ったけど別にまあいらないかな。ん？箱。あら。OK。一応、クイックセーブしとこう。よし。ファストエイドはいらないけども、なんか埋まってない？これ。気のせい？埋まってんね、やっぱ。割とこういうのがよく出てくる感じなのかしら。オートハッカーいいね。ファストエイドは使いたいけど使えんのかなこれ。使って拾う。よし。箱はなし。ここもなし。ハッキングでオートハッカーが手に入る。ひとまずハッキングだけはしときましょうか。結構難易度高いけどいけるかな。下これだ。じゃああれどこ行った。あ、これか。ちょっと待った。初期位置がひどいな。あ、ちょ、これダメだ。ちょっと待て、まっすぐ上じゃないとダメじゃん。え、これ積んでない？まっす、あったあった、危ない危ない。でこうして、あぶな、ギリギリやで。最初のね、初期のこのチューブの置き方がちょっとやらしいですし、これはずるいな。これはかなり難易度高いよ。何や、オートハッカー買いたいけれどもお金のことを考えたらちょっと微妙だねっていう感じなので、まあお金が貯まったら後で買いに来ようって感じ。なんか、さて、お前のボスは地獄から抜け出すときすぐに戻ると悪魔に言ったはずだ。私のボスって何？答えたらさ、フォンテイン様、お席はご用意しておきますってな。ダイアンはフォンテインが死んだと言っていたんだ。なのにお前がここにいて奴を裏切っているということは、ダイアンは脳出しで、お前は、ちょっと全く意味が分からんけど、ピーチってあれか、猛毒ジジイか。おっと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 、カメラなんかあったか。あ、まずい。あぶな、ハッキング。下か、下に行きたい。はい、なんか曲がった感じの、曲がったチューブの方が多いですよね。なるべくこうジグザグに進むみたいな感じの方が進みやすいのかしら。完了。てかこの BGM 何？あ、いたわ。うお、ちょっと待て、なんかいるな、他にもいるな。ちょっと待て、マシは失敗した。よいしょ。いけ、え？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 こっちは武器取られたのに、向こうは完全装備で戦いに来るってどういうことですかね。ずるいんじゃないですかね。しかもタレット置いてあるから、よくわかんないとこから撃たれるし。あれな、あの辺にタレットがあった気がするけど、
あれか。つうか敵のタレットめっちゃ遠いとこから撃ってくるんですよね。ずるくない？あれか。ルイ。ピストルなんかいらん。よいしょ。まだこっちいると思うんですよね。ほらね。ファストエイド使っとこう。取れない。炎に変えて、炎に変えて溶かして、でテレキネシスにして拾って、これをあいつに投げる。当たったか？つかさ、さっき回復したのにもうこれ？さっき回復したのにもう3分の1になってんですけど、おかしくないか？ここを溶かした方がいいですよね、きっと。相手のタレット強すぎる。ほんと。エレクトロで一回、はい！で、ハッキング。左、いや、右、横。あとはもう、ゆっくりやればいいでしょう。これに変えとこうか。これ OK。 もうでも今更この状態で味方にしてもあまり意味がない気がするな。もう一回調べる。あら、さすがなのだ。ありがとうございます。ハッキングだけは上手くなりましたけど、戦闘は空基地というよりは撮影すればよかったな。この戦闘大味す、お、何これ。これ以上持てない。この人だけなんかやたら物持ちだったけど、なんだろう。カメラニトロスプライサー。ああ、そういや、爆発系の敵ってまだ撮影してなかったですね。撮影しとけばよかった。まだ撮れる？撮れない。ファーストエイド。台も一応撮れる。ほんのちょっとしか上がりませんね。2ドル。3ドル。まあ。インコ。4ドルは取っとこうか。これハッキング。一番最初のマス目をこうやって切り替えるのはなかなか度胸がいりますけどね。ちょっとでも液体金属がこっちに出てきていたら、いっぱいになっちゃいますからね。上。OK。タイタンコース。遺伝子バンクはまあ別にいらんでしょう。この感じだと人ん？ああ、音ハッカー。まあまあ必要になってから買いに来るでもいいですしね。お金が溢れそうになったら買いに来ようか。ちょっと再抽選しても空っぽなんですけど、3ドルは持ってる方なのかな。え、びっくりした。開くのここ。あー、注入器とファストエイドはありがたいけど今持てない。これ進めないのかな。溶かして進む。これははい、特にそういうものでは
ないか。魚や魚焼けてますけど魚焼けてますけど関係あるんかな。なんかカツオの、いやカツオではないな、ブリの、違うな、マグロか、マグロの丸焼きができちゃいましたけど、これはやる意味あるのかしら。ああ使いすぎですね。はい、破壊されたセキュリティカメラん、私壊れたっけ。ああ、フィルムありがたい。1枚、まだまだ先に行きます。この先は冷蔵室です。まだん、ここ行ける？これが神と引き換える邪悪な苦悩に包まれる。手の届くところに出てこい。おお。はいはい。レッドヘッドスプライサー。これで3プラス。まだいける？あ、研究終わってるわ。3プラスで終わりなのかな、じゃあ。おー、いい働きするね。危な。車線に出たら私も死ぬわ。あ、ピストル手に入った。私のピストルじゃないけど、まあいいか。調べる。6ドル。いいね。で、こっから入ってなんかぐるっと回って、さっきのブリの部屋に、ブリじゃないや。カツオの部屋に、カツオでもないや。マグロの部屋に行けるみたいで。あ、ここはどうやって調べても、空っぽかな。声はするけど、ここではないのかな？あ、これね。おい。いや、ああ、なるほどね。これ頭ついたままだし、血抜きができてないですね。よし。で、さっきの部屋です。ああ、丸々とした。お？ダール。これも凍ってますね。あ、お金だ。アスカル。まだ。全部1ドルと。お？マグロと一緒に人間も吊るされているんですけれど。空っぽ。これだけか？ここ凍ってるけど、あんま意味ないかな。一応やっとくか。ほい。あ、オートハッカー、ありがたい。これは60ドル相当ですからね。助かる。こんな感じ？かな？うん。お得。ここもじゃああんのかな？ん？キャットフード？牛キャットキャットフード。あ、この空き缶のことか。なるほど。さて、で、ここ出たら敵がいたりするんじゃない？いないね。ということは、こっち側も入れるということ。全部溶かしていったら、エネルギー足りなくなりそうなんですけど。わあ。椅子にくりつけられて死んでいる方々。しかも凍ってるっていう。これ、薬莢が落ちてんのかな？タバコはいらん。
再抽選変わらんじゃん。ああ注入器に19ドル、これはありがたい。注入器1個余っちゃった、置いとこう。箱は？箱はない。この上もない。はい、はい、箱はない。輸入機ファスタエイドはいい。箱ポテチいいね。箱は物が入っていることはかなり稀なのかな。じゃあみたいね。これで全部かな。うん、オッケー。じゃあ進むか。この辺、この下か。ん？あ、これか。お？ここで戻ってくんのね。なんだ、先に取っとけばよかった。ショットガン、よし、これでいくか。まだいるね。どこだ、まだ先か。スタミナバー食べる。あー、この中にいるな。これ何、パワーステーション、武器アップグレード、なんそれ、なんだこれ。アップグレード適用後にこの装置は機能を停止する。あー、なるほどね。ピストル、マシンガン、ショットガン、グレーラン、どれか1個だけアップグレードしていいよっていうことね。あはーん、ショットガンかな。グレランもいいけどな。グレランへの耐性って何？あ、自爆ダメージか。弾数のことを言うとグレランはちょっと心細いかな。ショットガンかな、やっぱり。うん、ビッグダディともやり合うし。射撃速度、ダメージ向上、どっちが DPS が上がりますかね。悩ましいね。射撃速度かな。いや、ダメージかな。ダメージかな。わかりやすくだ。あ、マシンガンの反動軽減気になるけど、まあダメージ向上でいきましょう。やったぜ。なんか、え？おお、なんかパワーアップパーツがついたんですね。これダメージ向上なの。なんかグリーンガスみたいな感じですけど。よしよし。では向こうの扉は声がするから、先にこっちから。ほい。ちょっとお待ちください。武器が増えてきて切り替えが非常に面倒いんですよね。ちょっと待って、今何時？もう21時半じゃん。あれすいません、かなり集中してやっちゃったせいでいいお時間となっておりました。本日は今日、もうやめよう。コンテインに必ず見つかる。コンテインなんてクソだ。コンテインに見つめるな。クソを食らうのはお前になるぞ。なんだ、お化けの話が出てきたけど。コンテイン水産の連中、ここで何かやってたのかな。ちょっと気になるところではあるんですけども、本日はこの後多分ロアル建設コラボあるのかな、あるのかな、ちょっと見てみよう。ないんだったらこのまま続けてやってもいいんですけど、あるな、あるか。 OKOK、 分かった、ありますので、ちょっと今日の配信はここまでにしておきたいと思います。まあ、ちょっと前半ね、もう詰まりに詰まってましたけども、結局前回のセーブポイントからやり直すという
丸々1回分なんかもうなかったことになったわけですが、なんとか進むことができてよかったです。これから先もどうなるか分かりませんが、もしよろしければ今後も見てもらえると嬉しいです。ということで、この後は農場かな、ウラル建設ファーミングシミュレーターな気がしますけども、どうなるかはちょっとその時次第ということで、 Twitter の方でもしくは22時からの配信でお会いしましょう。お相手は二足三文ソフトウェアゲーミング部門所属陣の楓でした。ではごきげんよう。